が席外してる間に考えたの？ねえ、もうちょっとまともな遊びにしてくれない？ねえ、それ面白いの？はいはい、遊びは終わりにして師匠たちのお見舞いに行かないと。病室はすぐそこじゃから、むしらで行くとよい。時間があったらまた遊びに来るんじゃぞ。もうおバカさんとリアルおままごとなんてしちゃダメだからね。わかった？仕方ないじゃん。今回の狼狩りで師匠将軍は私の見せ場を作ってくれなかったんだから。私が演舞台に立ってたら一撃で10人の風霊を倒せたのに。元凶師匠と同じこと言うんだね。でも結局師匠は雲里師匠と一緒に探偵室に送られて強制的に休養を取らされてるけど、はあ、一番剣術がダメなうちだけなんともないなんて、頑張ってくれた二人に感謝しないとな。みんな、ハゲツコ会が龍尊の命に応えた。あら、みんな大好き開拓者さんと美月さんじゃないですか。今日探偵室に来たのは。ああ、わかりました。美月さんと一緒に二人の師匠のお見舞いに来たのですね。そう、二人は大丈夫？残念だけど、ここで寝込んでるのは一人だけ。私は元気いっぱい。ちょっと、縁起でもないこと言わないで。そこまでひどくはないけど、しばらく安静にしてないとダメみたい。何しろ風霊と激しい戦いを繰り広げたかと思えば、秘書将軍とも戦う。うん、武芸を磨き合ったんだから、あの小さい体じゃ耐えられないのも無理ないよ。雲里師匠も激しい戦いを繰り広げてなかった？ふふん、主命の人はラフのお子様みたいに弱っちくないの。そういえばモゼさんたちは老兵に囲まれ苦戦を強いられていたと聞きました。あなたも一緒に戦ったそうですが、怪我はありませんか？その場にいた雲鬼軍から聞いたんだけど、老兵の数は数十人だったって話もあれば、数千人はいたって言ってる人もいるんだって。どんどん人数が増えてて、今はありえない数になってるみたい。雲里、ちゃんと横になって休まないとダメですよ。はい、レイサお姉ちゃん。そういえば、あの糸目の古族の医師とフードをかぶった人は。幸い開拓者さんたちが重傷を負った昇級さんを見つけてくれました。彼は出血量が多く、しばらくは安静が必要です。モゼさんもひどい怪我だったので、二人とも私が病床に縛りつけておきました。探偵師から離れることは許しません。三人の怪我は命に関わるものですが、ラフに簡約の竜女がいたのが不幸中の幸いですね。じゃあ妖精の使節団は全員探偵師に集合してるんだね。フルーツでも買って秘書将軍のお見舞いにも行った方がいいかな。本当なら今は療養優先、お見舞いは禁止と言いたいところですが、まあいいでしょう。言うことを聞かない上司を持ったのが二人の運の尽きです。秘書将軍は病室を抜け出しました。彼女はバレてないと思っているようですが、探偵しないのことなら何でもお見通しです。ハゲツコ会を探してみるといいかもしれません。
さっきそこで彼女を見かけましたので。おや、この足音は飛翔将軍ではありませんか。さては医師の言いつけを破ってまた飛び出してきたのですね。あら、奇遇ね。ここにも医師の言いつけを守らない人がいるなんて。僕自身医師ですからね。自分の体に対する理解ならあの龍女様にも負けていません。医師は自分を見ることはできない。私の前では無理しないで。ごめんなさい、昇級。あなたが毒を持って狼を飼いならす手を使うとは思わなかった。失策だったわ。もう少し早くあなたたちを見つけられていたら、あなたを優秀国に行かせたりしなければ。そんなことを言うなんて。あなた本当にあの飛翔様ですか。まさかホリジンが将軍の声を真似て僕の命を奪いに。昇級、あなたの目見えてないのね。波の音もあなたの鼓動もはっきりと聞こえています。それで十分ですよ。自分を責めないでくださいね。ところで、暁を飲み込んだ後あなたの体に変化はありましたか。わからない。特に変化はないように思えるけど、でもこれまで私を悩ませてた多くの疑問が解けたわ。生きてあなたの体の話を聞くことはもうないと思っていましたが、モゼとあの子に感謝しないといけませんね。今の結果に比べたら僕が払った代償なんて取るに足りない。何も不満はありません、飛翔様。僕は今とても満足しています。私にはどうやって人を慰めればいいのかも、どうすれば人の病を治せるのかもわからない。一介の武人としてあなたにできる約束は一つしかない。目には目を、歯には歯を。おや、君もいたんですね。宇宙は広い。あなたの目を治せる人は絶対にいる。私がきっと見つけてみせるわ。でもその前に、この騒動の裏にある脅威を排除しなければならない。そうですね。すでに何か考えがあるのでしょう。どうぞ言ってください。薬王の残党の出現、ホリジンの群れ、黒幕がこれらの騒ぎを起こしたのは同盟を混乱させて、最後はそれた矢のように的を外させるため。でも今回奴らは挑発する相手を間違えた。妖精に戻ったら星宮軍を率いて絶対に絶滅大軍を撃ち落として、人滅軍団に遵守の意味を分からせてやるわ。やっぱりあなたはせっかちな人ですね。ごめんなさい、また遅刻しちゃったわね。探偵室での検査に思ったより時間がかかっちゃって、何ともないって確認が取れてやっと解放されたの。お前さんが無事で何より。これでわしと軽減も安心できるというものだ。
こたびの風霊の脱獄は大小さまざまな混乱を引き起こし、演武典礼も中止を余儀なくされた。想定外の出来事ではあったが、あの若者たちがこの災いを鎮めてくれたのは不幸中の幸いだ。普賢殿が玉殿に行く前、典礼について占ってくれたんだが、書き置きには神と剣の間に家匠の道引きあり、大層の層が出ているとあった。波乱があったとしても無事に乗り越えられるということだ。また若者の力を信じて好きなようにさせろとも書いてあった。彼女の占いは当たっていたようだ。それにしてもラフは数百年もの間風霊を習慣していたというのに、護送する前に強砲艦の演武台の上で死なせてしまうとは。この件が同盟の上層部の耳に入れば、また多くの非難を浴びるだろう。風霊の死は必ずしも悪いことじゃない。話が広まれば堀陣の復興計画をくじくことができる。奴の野望を利用しようとする人も止められるわ。風霊の遺体は妖精に引き渡してくれればいい。同盟への説明は私に任せてちょうだい。ただ演武典礼についての説明は悩むわね。狼狩りは無事に終わって、強砲艦で起こったことは誰も知らないけど、堀陣が町を襲った話はいずれ広まるわ。何、中止されたものは改めて開催すればよい。襲撃を目撃した人々を手厚くなだめ、雲気軍が危険を顧みずに戦ったことを分かってもらわねばな。典礼の初日、堀陣が混乱を引き起こそうとしたが、偶然観覧に来ていた天益将軍が雲気軍を率いてボートを撃退した。この英雄譚は真実であると同時に、広く伝わったとしても人々が好む内容である。悪い噂を鎮めるのには最適だ。うん、猿翁の意向に異論はない。ラフは全力で負傷者を救い損失を補い、数週間以内に改めて演武典礼を開催できるようにしよう。ラフの方針はこれで決まりだな。だが正直わしは内部のことよりもこの事件の黒幕のことが気にかかる。剣木の災いから始まり、ラフはさまざまな変乱を経験してきた。それらすべてに絶滅大君元老が関わっているとなると、オリジンを操って泉州に侵入させたり、ラフの粒子をそそのかして薬王秘伝に関わらせたり、結果だけ見れば奴の企みは功を奏してない。でもなんとなくだけど、そもそも元老は自分の計画が成功するかどうかなんて気にしてないように思えるのよね。これまでの元老の行動様式を見るに、奴は戦いで勝利するよりも同盟内に亀裂を生じさせたり混乱を広めたりすることを望んでいるのだろう。それに対処できなければ同盟はいずれ崩壊してしまう。泉州同盟の目標は数千年前から変わっていないが、我らの矢尻を時勢に合わせ新たな敵に向ける時が来たのかもしれんな。典礼が終わったらこの件を元帥に伝えよう。猿翁、元帥はどう対処すると思う？昨今の泉州は数千琥珀期以来の未曾有の事態にある。こうした局面では指し手ですら戦いに出る駒となり、その勝敗の結果は空に輝く幾万もの星々の存続に影響する。元帥がどうするか断言することはできん。だがわしらの心配には元帥も気づいているはずだ。その証拠に彼女は高校に大略を占うよう命じた。
今日皆をここに呼んだのはラフの問題について話し合うためだけではない。わしらが揃って対応しなければならないことがあるからだ。高校が玉電から通信をしてきている。人報で計算した結果を共有したいらしい。軽減、新作譜の基盤を借りるぞ。みんな久しぶり。前回の会議からだから30年ぶりかな。この30年間ずっとみんなのことを考えてたんだ。獣頭将軍が考えてたのは私たちのこと？それとも私たちの運命が行き着く先のこと？天劇将軍のツッコミは相変わらず鋭いな。そんなんじゃ周りの人に嫌われちゃうよ。この前軽減に人名将軍や獣頭将軍だったらここまで友好的な会話は望めなかったかもって言ってたの知ってるからね。で、君は友好的に会話できたのかな？実報公営北海が秘密の会話まで計算できるとは思わなかった。どうやら天令を見るよう元帥に派遣された2名の将軍の他に招かれざる第三者がいたようだ。同盟には軽減をその地形重刀に劣らずっていう人もいるくらいだからね。ラフが災いに直面してるなら玉電だって見て見ぬふりするわけにはいかない。獣頭将軍、交渉を維持できる時間は限られている。手短に話してくれ。分かった。じゃあ手短に言うけど、あの二人の囚人の尋問は終わったよ。彼らは自分の罪を認めた。性格をラフに送り込んだことに関しては軽減の推測と一致してる。あれはただの目くらましに過ぎないってね。真の目的は元帥に会う機会を得て彼らの思い描く神と戦う策を聞かせることだった。軽竜とあの異邦人はどんな策を提示したんだ？はあ、言葉にはできないほどの壮麗な策だった。その秘訣はあの金髪の異邦人の棺にある。あれは繁殖の残滓だ。冥黄火祖の亡骸ってこと？正確に言えばその一部だね。あの二人が思い描く未来ではそれで確実に呪怨火祖を倒せるらしい。でもその前に神と戦うにはより大きな同盟が必要になる。だから彼らは選手に盟友を紹介したんだ。天才クラブ会員番号81、ルアン・メイの名前は聞いたことあるよね。玉電の目はこの招かれざる客がラフに到着する場面を見た。3、2、1、時間ぴったり。さてこの客人をどうやって迎えるか。その難題についてはみんなに任せるとしよう。自分の名前を覚えていますか？